みなさんこんにちは。今日はダイソーで買ったエリちゃんのお洋服をプレス人形のリップちゃんに着せてみたいと思います。これエリちゃんの洋服なんで、お洋服、ロングドレス、着せ替えフレンド、靴もついてるよ。対象年齢が3歳からです。でもね、エリちゃん専用のお洋服です。他のお人形サイズには合いませんって書いてあるから。でも、ね、そう、サイズが一緒なんだよ。なんかだから着せれるかなって思います。はい、では脱がしていこう。まずこっちから脱がしていい？そりゃそうだ。ほら、これ着せれるかな。とても素敵なドレスだよ。100円でもし着れたらいいよね。シンデレラみたいなドレスだ。早速着せてみます。はい、袖のところがふわってしてて昔っぽい王女様。髪の毛が多いから似合うね。うん、目目も青だからね。ね、サイズ合うかな。なんか合いそうだよ。合いそうな予感。はい。はい。お、閉まる？お、ぴったしじゃん。わ、いで。わ、すごいぴったしだ。なんか背中の方が前に来てね。うん。いつも履かせてみよう。え、合うの？いやー、え、マジで？待って、ちょっと合う？大きいの？ちっちゃいの？あ、何？あ、あ、あった。すごい、シンデレラすごい、何？エリーちゃんの服でいいじゃん。エリーちゃん、サイズ他の人形に合いませんって書いてあった。すごい。ドレス人形は置物だからお人形じゃありませんって。いや、お人形やけどね。まるでドレスちゃんのために作られたようなものじゃん。靴がぴったり、めっちゃぴったりじゃん。できました。できました。できました。靴からぴったりだったよね。え、靴がね、うん、あともうちょっとで取れそうなんだよね。え、ちょっと大きいの？ちょっとね、これがね、ちっちゃいんだよ、うん、あ、かわいいじゃん。ぴったり、うん、とりあえず服がぴったり ね、買わなくていいじゃん。高いもんね、人形の服って、うん、エリちゃんの洋服で我慢してください。ほんとだ、100円で買える、はい、108円で買えるよ。プライス人形がある人はエリーちゃんのお洋服買った方が安いよ。100円なんだもんね。しかもぴったりで可愛いよ。靴脱げちゃうね。ちっちゃいのか。そっか、ゆかさん、おっと抜ける。じゃあ靴はダメってことで、ね、いやでもね、ほらぴったしなんだよ。全部ぴったしなんだよ、みんな。そっか、また買ってこよっか。でもおしゃれって言ったらちゃんとした服の方がね、違うよね、やっぱ。バイバイ、また見てね。